さあ、ここは前田が抜ける、前田が抜ける、前田が抜けた、前田大然、いやー素晴らしい、初スタメンからゴールを奪った、今シーズン2ゴール目、猛アピールのスタメン起用となりました、ホーリーホック先生1対0。いやスピードありましたよね、自分の頭でね、最初こそ自分の背後に渡辺光大ですかね、この自分の頭でスラして、ここから加速すごかったですね、完全にスピードで渡辺光大を振り切りました。